お疲れ様です。今回の YouTuber 紹介は、オリジナリティのあふれるカラオケ音楽を届けてくれている、諸星ダンチャンネルですね。これ、諸星ダンさんってのは、ウルトラマンセブンの俳優の方なのかな？どうでしょうね。まあ、そこまではちょっと私追求してないんですけども、とにかく、諸星ダン音楽チャンネルっていうのがね、なかなか私の、こう、気持ちに、昭和のドラマに刺さってきたかなというところです。で、チャンネル登録自体はそんなに多くありません。2万人いないぐらいですね。それからアップロードした動画も1200本ということで、まあ平凡といえば平凡なんですけども、まあだけどね、ここまで来るのも結構大変ですからね。で、チャンネル登録私してないんですけども、たまに見ることがあると思います。で、今回ね、紹介したいのがね、これですよ。これをよくやってくれたっていう感じです。このね、銀河漂流バイファムっていう、まさに、まあ、昭和のアニメです。私たちが、50代がね、小学校、中学校の頃に、まあ、土曜日だったかな、ゴールデンタイムに見ていた、15少年漂流記の宇宙版みたいなね、アニメだと思いますけども、ロボットアニメですよね、グランドバーニアンっていうのが。これのオープニングがね、簡単なんですけども、英語だったんですよ。それを日本語訳して歌ってくれたんで、これがなかなかね、面白いです。再生数、さすがの、4.3 万回生されてますね。で、この諸星ダンさんのカラオケって、見てください。再生数が100いってないやつとか、200いってないやつとか、本当にね、結構平凡なんですよ。うん。でも、くじけずにコツコツと動画をね、ずっと作ってくださってるんですよね。すべてがカラオケっていうくくりですよ。で、しかも、この諸星ダンさんと同じ年代の方が喜びそうな、そんなカラオケばっかりですよね。いや、こういうの私もね、やってみたかったんですよね。まあ、アニメの挿入歌とか、すごくマイナーな曲とかもね、ちゃんと取り扱ってくれたりとかしてね。こんなんアニメ化されてたのとかね。こんなのドラマなっていたんだ。こんなの主題歌あったんだみたいなの結構出てくるんで面白いです。で、今回は銀河漂流バイファムなんですけども、これちょっと行ってみましょうか。動画概要欄に全編貼っときますんで、詳しくはそちらの方で、見ていただきたいんですけどもね。あ、銀河鉄道物語。これ私好きなんですよ。まあ、今回はちょっと外しておきましょうか。これ。ね、面白いでしょ？はい。銀河漂流バイハムってオープニングが結構英語だからかっこいいんですけども、日本語訳したらね、まあ、筋が通らないことは言ってないんですけども、まあ、本当にシンプルな、こうやりとりなんですよね。なかなか面白いですよね。うん。はい。まあ、そんなとこですね。はい。こっからちょっとおまけコーナーです。今回の YouTuber さん紹介とは違うんですけども、ちょっと今気になりました。これ。プレートテクトニクスってのが正確ならば、日本列島とこのアジア大陸とのね、この日本海を、こう、繋いだところが一致してないといけないですよね。確かに。これ私今初めて見ました。ちょっとクリックして見てみましょうか。ショートなんでそのまま流します。再生538万回もされてるんで、もしかしたらご覧になった方もいるかもしれないですね。じゃあこれを最後にお送りして、今回の YouTuber さん紹介を終わろうと思います。日本列島は世界的に見ても珍しい折れ曲がった形をしています。対岸のユーラシア大陸の海岸線と比較しても形が全然違うというか、むしろ逆向きに曲がっているように見えます。なぜ日本列島はこのような形になったのか、長年の間謎とされてきました。まず現在の日本海はその昔大きな湖で、それから陸地の一部が沈没して現在の日本列島ができたという説が出てきました。しかしこの説はフォッサマグナの説により否定されたのです。フォッサマグナとはラテン語で大きな溝という意味で、ドイツ人の地質学者であるナウマン博士によって発見された。日本列島を東北日本と南西日本に分ける溝のことを言います。約2000万年前に日本列島がユーラシア大陸から切り離されて東西に分裂して移動、東北日本と南西日本の間は海で隔てられ、その海に火山岩などが積もって東北日本と南西日本がつながり、現在の日本列島の形となったのです。日本列島は世界的に見ても珍しい折れ曲がった形をしています。対岸のユーラシア大陸の海岸線と比較しても形が全然違うというか。